ガリシア州内の一の矢は、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の港町、コマルカデノイアの中心自治体。ガリシア統計局によると、2010年の人口は14,947人。住民故障は、ノイス、ノイエサ、カスティーリア語表記はノヤ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は60.58%。この地域の最初の定住者は、 タンブレ川とトラバ川の川口付近におよそ5000年前であったと考えられる。この時代の巨石遺跡としてアルガール教区にドルメンが残されている。カストロ文化時代のものとしてはバルキーニャのカストロ遺跡が残されている。ローマ時代には前日の二つの川に橋が架けられ、この橋は中世には修復されたものの現在は残ってない。中世には港は サンティアゴ教区に属する、この町の経済的発展に寄与した。14世紀には、死壁、タパルの城塞、病院、多くの教会が整備されるなど、ほぼ現在の町の,の外観が作られた。世俗領主と大司教徒の間で、しばしば対立が起き、イルマンディーニョの戦いでは、農民たちによって、タッパル城塞が破壊された。最終的に、世俗領主側が勝利を収めると、 反乱者たちに唐と,と城の再建を命じた。16世紀には、経済、文化が復興し、多くの建築物が建てられ、また多くの家畜の見本市が模様された。1585年、スペイン国王フェリペ2世は、戦費調達のために町を、ジェノバ商人に売り渡し、このことによってノイアは衰退し始め、この状況は17世紀まで続いた。自治体市長は、 ガリシア社会主義者党のラファエル・ガルシー・アゲルエロ、自治体評議員は、ガリシア国民党、7、ガリシア社会主義者党、6、ガリシア民族主義ブロック、2となっている。ノヤは6の教区に分けられる。ありがとうございます。